阿島は静岡県沼津市にある島。駿河湾の湾王にある内浦湾と江浦湾の境となっている。阿島は海底火山の地下にあった稼働が隆起し侵食されて現れたもので、これは至近の西浦山地の山々と同じ成因である。沼津の宝百選の一つに選定されている。かつては無人島であり、1940年に 第2海軍技術省の音響兵器部淡島臨海実験場という軍事施設が設置されたが終戦に伴い撤去され、その後少数の漁民などが定住するようになる。1980年代に東京省は銀行のオーナーを定田昭一によって淡島全体をリゾート地にする開発が進められ、水族館プールパターゴルフ場を中心とした淡島海洋公園が開業した。 日本では珍しい海上ロープウェイ休止、2017年撤去や小型船舶を使って本土と往来する。80年代までのロープウェイには和風のカゴに似たゴンドラが使用され、異彩を放っていた。1991年には長田のバブルの象徴とも言える超高級リゾートホテルである淡島ホテルが開業した。このため、 ホテル従業員が、島内に在住しているが、無人島扱いである。1999年に、東京省は銀行は経営破綻したが、淡島ホテルにグッドリゾート、淡島ホテル、2020年にウィンダムグランド淡島に、海升マリンパークともに別会社に運営が、移転されている。リゾート開発の過程で、弥生時代の遺跡が発見され、土器が出土している。島の山頂には、 淡島神社が置かれているほか、珍しい昆虫なども島内に生息し、散策だけでも楽しめるようになっている。ありがとうございます。